マガモはカモメカモカに分類される鳥類の一種。北半球の霊体から温帯に広く分布し、北方で繁殖するものは、冬季は南方への渡りを行い越冬する。日本ではアシュマガモが冬鳥として北海道から南西諸島まで全国的にトライする。北海道と本州中部の産地では少数が繁殖する。本州中部以南で 本種が繁殖したとの記録がたまに見受けられるが、これはアヒルアイガモが繁殖した可能性が高い。アヒルアイガモとマガムは生物学的には同じ種であり、識別のしがたい場合もある。体長50から65センチメートル。翼海長75から100センチメートル。繁殖期のオスは黄色のくちばし、緑色の頭、白い首は灰白色と黒褐色の胴体と、 鮮やかな体色をしている。メスは、くちばしが、橙と黒で、ほぼ全身が、黒褐色の地に、木褐色の縁取りがある羽毛に覆われる。批判食器のオスは、メスとよく似た灰色になるが、くちばしの黄色が残るので区別できる。幼鳥は、くちばしに、褐色味がある。批判食器は、湖沼、河川、海岸に生息する。群れを形成して生活する。 越冬中の10月末 -12 月に都害を形成し、春には有志が連れ立って繁殖地へ渡る。繁殖期は故障、池、湿地の周辺の草地などに生息する。メディアを再生する池にいるオスのマガモシユーのマガモアーノスプラットリンカス植生は植物食が種の雑食。水草の葉や茎、植物の種子、貝などを食べる。 水面を泳ぐのは上手だが潜れず、水中に首を突っ込んだり逆立ちしたりして、餌を取る様子がよく見られる。繁殖形態は卵生。繁殖期は4から8月で、水辺に近い草地の地上に座って、首で引き寄せられる範囲の草を集めて浅い皿状の巣を作り、1から13個産卵する。卵は白色で平均サイズは 57-41mm。 他のカモ類と同様、放卵、育数は、メスのみで行う。卵は放卵開始から28から29日で孵化し、ヒナは42から60日で飛べるようになる。以下の亜種に分類される。食用として、古来から狩猟が行われてきた。日本においては、鳥獣保護法により狩猟町に指定されている、種の多くがカモ科であるが、各種カモ肉の中でも、本種の肉は、 質、量ともに最高位とされる。本種の肉には、カルガモやヒドリガモのような臭みがなく、その点も評価されるポイントになっている。なお、飼料対象としての本種は、オスの特徴である緑色の頭部にちなんだ、青首という呼び方をされることが多い。アヒル古来より人の手で課金としても飼いならされてきた。アヒルの先祖はこのマガモであり、アヒルとマガモの掛け合わせがアイガモである。 もともと人になつきやすく、都市部の池などではよく餌付けされる。また、建物や街路樹の木のろに映像する例もあるという。近年になって、ア鴨農法などでア鴨がの解されるようになり、それに伴ってア鴨どとも本種とも見分けのつかない個体が出現するようになった。 そういった兆候を捉えて、アイガモやアヒルと野生の本種の間で遺伝子汚染がかなり進んでいるといった懸念をする研究者もいる。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。